今回はですね、この久しぶりに登場の 4.5 メートルプール、こちらをですねついにねリセットしていきたいと思います。こちらですね、今年ねなかなか紹介できてなくて、まあインスタとかでもね開花してる様子みたいのをね取り上げてたんですけど、ですね去年ですね、この 4.5 メートルプールを立ち上げて、まあ、その時にですね、プランターに植え付けた水蓮を沈めてですね、今年本当はね春とかに植え替えしようと思ったんですけど、ちょっと忙しくてですね全然できてなくてですね、今年本当忙しくてですね、まあなんで忙しいか過去動画でアップしてるので、気になる方はそちら見てもらえばいいんですけど、ということで、まあ、メインのスレンの絵の方は結構ねお手入れしてたんですけど、こっちが手つかずだったので、今回はですね久しぶりにこちらの 4.5 メートルプールの方を、リセットねしていきたいと思います。まあ、どんな感じでリセットするかっていうと、この植えてある水蓮ですね、まあプランターに植えてあるんですけど、ちょっと見えるかもしれないですけど、こちらの水蓮を取り出して、まあ、どれぐらい、まあ、1年半ですね、1年半ぶりにね取り出して、 4.5 メートルプールでどれだけ大きくなったのか、まあ、本当はね春植え替えたりとか春取り出してないので、あんま多分生育は良くないと思うんですけど、本当は春取り出してどんぐらい育ってるかね、見てちゃんと植え替えてやればねもっとね立派になってたと思うんですけど、多分もうプランターに衝突して生育不良になってたり、はたまたこちらもプランターから多分ね、このちょっと見えるかな、これ飛び出してる、見えないな、これとか飛び出してるの分かりますかね、これプランターが飛び出して伸びてるのもあれば、さらにですねもっとねすごいのもあるんですよ、これはねあんまよろしくないんですけど、これねプランター浮いてるじゃないですか、これ本当はプランターの中に植わってたんですけど、もうプランターが嫌だってね飛び出しちゃって、もう多分ねプールの底を這いずり回ってる水蓮があったり、これとかねプランターがもうひっくり返っちゃってたりですね、これ一応まだ、これは植わってますね、植わってるんですけどプランターがひっくり返って、まあいろんなところに伸びてたり、あとホテイソウちょっと入れたんですけど、今年は見てください、このもりもり 4.5 メートルプールにホテイソウ入れるとねこうなりますよ。でさらにこの巨大エキノドルス見てください、わかりますサイズ感、サイズ感ですよ、めちゃくちゃでかい、これ赤玉ちゃん喜びそうだな、赤玉ちゃん喜びそうなぐらいの、巨大エキノドルス、めちゃくちゃでかいです。もうねホテイソウが茂りすぎてるので、ホテイソウは多分ね処分しようと思います。結構ね処分したりしてたんですけどね、ホテイソウ、まあこれの処分と、まあそうですね水蓮に取り出し、あとはもうメダカもですね、もうちょっとすくってフルリセットできればしていこうかなとも思ってます。でこれブルーギガンティアのつぼみですね、ブルーギガンティアもねもう終わりですね。ということで、あここのねここに植えてあったラズベリーはね植え替えたんですよね、120リットルたらいのラズベリーは植え替えたというか、まあ、取り出したんですけど、他はね手つかずのままになっているので、今回ですね多分2部作か3部作ぐらいになると思いますけど、こちらのね 4.5 メートルプールのリセットついにねやっていきたいと思います。まあ、なんでとりあえず手順としては、この水蓮のとりあえず浮き場ですね、これ枯れてるのがね結構あるので、こういうのもまず除去、あとこういう糸たぬき芋なんですけど、こういう糸たぬき芋とか青みどろの除去、ホテイソウの除去をやってからの、まあ、水蓮を取り出してとりあえず全部もう空にして、まあ、ここの水蓮ねまた戻さずに来年また新しい水蓮で、ね、まあ来年、まあ、今年の秋でもいいんですけど、新しい水蓮ね沈めたいと思ってますので、とりあえず今ある水蓮を全部取り出して、まあ、どんぐらい育ってるのかと解体ショーを見た後、あとこんな顔なんでメダカと水だけにして、そっからメダカすくってプールの水全部取っ替えるか、メダカすくうのは諦めてプールの水大半変えて、またね、戻すか、あそこに金魚もいますよ、生き残ったねオランダちゃん2匹がねいます。なんでねそっちはちょっと様子見つつですね、作業要領を考えながらやっていきたいと思います。今日はねこの後ねアルバイトさんも呼んでますので、アルバイトさんと2人がかりでねちょっとねフルリセット、やっていきたいと思いますので、楽しみにしててください。まあね結構ね汚く見えるんですけど、これサバ水の源泉かけ流しでねずっとやってますので、桃園は意外とね綺麗なんですよね。なんでメダカももう自然繁殖してですね、ハリコってか、まあ、ちっちゃい子たちもね結構います。もうハリコはもういないんですけど、結構ね稚魚も育って勝手にね増えてってます。まあ、こんな感じで源泉を入れてって、こっから自然に抜けてって、もうだいたい常に24時間源泉垂れ流しにしてます。まあね今こんな感じのもしゃもしゃ、まあ、夏場でもっともしゃもしゃだったんですけどね、秋でだいぶちょっと減ったんですけど、このもしゃもしゃがねどうなるか、ここからねちょっとねタイムラプスでね見ていこうと思います。もしゃもしゃがどうなるかですね、結構ね葉っぱだらけですよね、そこからね綺麗にしていきたいと思います。
まあタイムラプスはこの角度からですね、この角度からどんな感じに、ね、葉っぱとこの 青緑じゃないや、ホテイソウが減っていくかね、見ていきたいと思います。とりあえずこんな感じで睡蓮の葉っぱはある程度枯れたのは取りました。まあもう時期が遅いということでそんななかったんですけど、こんな感じですね。アルバイトのボトレーフのふみさんがやってくれましたということで次はこっちのホテイソウゾーンのホテイソウを全部除去しちゃいます。でホテイソウが綺麗に抜き終わりました。巨大エキノドルスがあらわになってきました。これも多分この小株っすよね多分すごいなエキノドルスが立派に育ってます。ということでここからいよいよ睡蓮取り出していきます。2人がかりでやってきますか。ふみさんそっちの端を持ってもらって、ちょっと待って深いな深いでよいしょ、うん、そうっすね、いけます、はい、もうすごい力持ち、さすがまあサイアムニークだな、いけ、まあ、そんな感じで多分ここにこう、はい、1,2,3 みたいな感じ でそこにも 1,2,3 列で3ずつあるんですよ多分、はい、なんで多分そこにも多分1個プランターが、ここにこうあったそうです。ありました。そう、そこにも、おおすごい、うわ立派、いやこれ撮影もできて助かるな大丈夫ですか、はい、いけますか、すごい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 、そうそうそう、そうなんですか、はい、ああフリーズファイヤーかな。そうですね、その並びで置いてもらえれば、で多分ここの奥にもう一個あります。もう多分すごい飛び出てる、うわすごいこれはすごいな、この横がすごいですね、すごい進出しちゃってるな、これはすごいな、うわやばこれはどうしよう、もう一旦こっち、もう一旦ここで下ろしちゃいますか、もうすごいな、こんなんなる、そうなんです、飛び出ちゃうんですよね、棒も出て多分これがそうだもんな、そうだな、すごっいや伸びたなで多分どっちからいいんですか、飛び出しちゃってるのはねもう分かんないですよね。で多分向こうのまたそこの多分ソーラーパネルぐらいの列にまた38、そうですね多分その辺に、ここも根っこっす多分その元にプランターが、あこれ伸びてるなすごいよし、そうか、これもそうだな、これも同じだから、そのプランターもね、あるかな、多分そこが
多分そこら辺にあると思うんですよ。これがでも丸いでっかい。あれ、どうかんか。あれ、ちょっと見なさそうです。来たら来た。あ、来た。これ多分ね、結構でかいね。これ重たいですよ、絶対。よし。いやー、すみさん力あるな、助かるな。で、多分そこはもうプランターから飛び出てるやつですよ。何か出してみますか。これはね、多分残骸が多分。あ、でもここじゃない。なんか浮いてるプランターないでしたっけ、なんかここに。あ、そう。ありました。あ、そう、この多分この泣き殻っすね。多分そこら辺にも飛び出て。そうっすね。これがプランターの面影かな。かつなんかプランターの形します。そうっすね。面影です。でっか。これは多分こっちはまた別のやつ。こう模様、葉っぱに模様がついてる株のやつですよ。こっちは多分。また別の、どっちのプランターのやつ、ね、ちょっと引っ張ってもらえば、少し引っ張ってもらえば。すごい水量抱えてるもん。すごい。で、多分このひっくり返ってるプランターのね、ここに多分これが水蓮なんで、はい、エキノドルスが進出してるかもしれないです。あ、そっちの、あ、これか、それっすね、多分。こっち上げて、はいはい、いいっすよ。これは八重重だ。そしてですね、ここに沈めてあるのがウェディングドレスですね。ウェディングドレスもね、まあウェディングドレスはそんな伸びる品種じゃないので、そこまでね飛び出してはなかったですね。結構うまいことをプランターの中にね入っててくれましたね。ウェディングドレスは伸びるっていうよりはどっちかっていうと根茎が太くなるタイプなので、そこまで出ずに、多分プランターの中で結構ね、太くなってましたね、根茎が。でもでかくなってます、かなり。多分駅のもなんかに植わってる、確かバケツかなんかに植わってるはずなんです。絶対植わってる。そうですね。ランナーから、ランナーから出てきたのかな。多分そこに何かがあるはずなんですか。そこに何かがある。そこに何か、それ適当に置いちゃっていいですよ、その辺。はってそうっすか。 あったありました。すごい、でかっ。すごいな、すごいな。背丈ぐらい、背丈ぐらいですよね。1メーターぐらいありますもんね、多分。自分の腰ここなんで。そうっすよね、すごいな。1メーター近くなってるな、これ。えぐえぐい。駅の、駅のファンはたまらない。駅のファンはたまんないですね。こんなでかくなります。水槽じゃ見れない光景ですね、これ。普通のアクアリウムじゃ見れない。こんなのがこうなる。そうですね。そうですね。それがそうなるってことですよね。いやー、これが駅の雰囲気ですね。
多分野生現地ではこうなってるんでしょうね。見てみたいですね。すごいな、1メーター近くの駅の。この丸いのからひっくり返していこう。いやでも単純にこっちにひっくり返しちゃって多分出なしちゃっていいっす。うお、全然まだ残ってるな、マガンプが。それがなんでフェイマクドナルドってやつなんですね。なんでこれでちょっと解体してもらっていいですか。はい、水がちょっと出る。これが一番でかいのかな。でかっ、めちゃくちゃでかい。フェイマクドナルド、いやめちゃくちゃでかい。これがサイアムニンフで、サイアムニンフは多分どっか飛び出しちゃったんだろうな。ちょっともう多分根茎が飛び出しちゃってこれが残ってるぐらいですね。あんま飛び出してないのか、多分根茎が中で腐っちゃってるかもしれないですね。伸びすぎちゃってこんな感じで、ニンフはあんま飛び出なかったんですね。ベリーズファイアオパールは飛び出して多分ここに折れちゃってるんで多分こんな感じですね。でこれがジャッカフォンの濃いタイプはめちゃくちゃ飛び出してますね。やば、いや多分1メートル、これで60なんで 1.2 メートルぐらいまで伸びてますね。でこれはレモンメレンゲはもうプランターから飛び出して伸び放題で、こっちがこれがレモンメレンゲだな。これがレモンメレンゲで、これがウェディングドレスだな。ウェディングドレスはそんな飛び出してないけど根茎がめちゃくちゃ太くなってますね。でこっちがこれすごい、これタンクワンか。タンクワンが、タンクワンもめちゃくちゃ伸びてますね。もう飛び出してますね、完全にプランターから。でこれがなんだ、マニカムか。これはマニカムですね。マニカムもプランターの中から飛び出してる感じですね。マニカムでも中でも多分ね這いつくばってますね。多分こっちの中に、成長点とか親株がねまだね埋まってると思います。解体終わりました、はい、そしたらそこの奥に行きますか。そうですね、それですね、お願いします。でまたすごかったのがこちらのなんだっけ、カロニアのニューエラか。カロニアのニューエラがすごいな。こう1,2,3,4,4 ぐらい伸びてますね。わかりますかね。でさらにこっちの5が、これが多分一番でかいですね。親株みたいになってますね。すごいな、1メートル以上。これは 1.5 メートルぐらいありますね。ちょっとメジャーを持ってきて、ジャッカフォンの長いってことね、濃いタイプが大体 1.2 メートルぐらいですね。ジャッカフォンの濃いタイプが 1.2 メートルぐらいまで伸びてて、これフェイマクドナルドを解体したいですね。でこっちのカロニアのニューエラですね。ここの出てるとこからで、出てるとこからで大体1メートルぐらいか。でこっちの元入れて30センチ、まあそうですね、1メートル、そうですね30センチなんで1メートル30センチ、1.5 はなかったですね。伸びてますね。すごいね、やっぱね品種によってねかなりね違ってますね。こんな感じでカロニアのニューエラは飛び出して伸びますね。ただこっちのウェディングドレスとかはそこまで飛び出さないですし、そこまで伸びずに根茎がねどっちかっていうと見てわかると思うんですけど、太く膨らむタイプですね。でジャッカフォンの濃いタイプとかはめっちゃ伸びますね。これがもう飛び出して折れちゃったやつですね。でこれはまだついてるやつで、こんな感じでプランターからはみ出して、ここら辺からはみ出してこう伸びてって、さらに横にも伸びて、多分小株がここら辺からもねまた伸びていくっていうイメージですね。この辺もね小株ですね。この辺も小株かな。この辺も小株という名のちょっとでかいやつが生えてます。でかっ。これがね1年半、プールに沈めた結果ですね。で取り出したホテイソウたちがこちらになりますね。まあたらい2個分ですね。65リットルたらいと
ちも65リットルたらいかな、65リットルたらい2杯分、まあ、山盛りですけどね。でかいのはこんぐらいでかくなってますね。でかっ。もう固定層ってでかくなるとこんな感じでね、浮き袋がなくなって、もうこれがね土に植わる感じになりますね。これがね、ま、マックサイズはもっとでかくなるな、まあ、こんな感じのね固定層が大量に取れました。ということでプールがもうほぼ何もなくなって、メダカとね水だけになりました。いや綺麗さっぱりですね。まあ、エキノドロスの、ね、小株が、浮いてるっすけど、これはねちょっとふみさんのバイト代ということで、ふみさんがちょっと持って帰ります。まあ交通費ですね、バイト代をねちゃんとお支払いしてるんで交通費ということでふみさんが持って帰ります。いやーさっぱりしましたね。ということでですね、次回はこちらのプールのメダカをすくって、生き残ったね金魚をすくって、金魚がねどれぐらい大きくなってるか、あとメダカがねどれぐらいいるか、あとこれ水を抜いたらねどうなってるか、どんだけ汚れが溜まってるのか、すべて水が抜くことができるかね、ぜひね、楽しみにしててください。この大量の汚い水をですね、いよいよどうしていくかですね。そしてね動画最後は解体したねスイレンがどんな感じで解体できたかですね、ちょっとね写真ですけど、見ていきたいと思います。まあ、一部ね葉っぱとか根っことか根茎は処理しちゃった後で、あんまちっちゃいのとか載せてないですけど、それなりに大きいのとかもねちょっとねまとめて掲載してますので、スイレンマニアの方はね、ぜひ見てってください。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本当皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございます。またねヤフオクでスイレン水生植物、購入してくださった方もありがとうございます。今もですねヤフオクでスイレン水生植物、絶賛販売中です。ぜひねヤフオクカズのメダカスイレンビオトープ、検索してください。この動画のですね解体しためちゃくちゃでかいこのスイレンたちも今ねヤフオクで多分今日か明日ぐらいにはね出してると思いますので、このウェディングドレスとかこのレモンメレンゲとかね今年販売してなかったので、ペリズファイアオパールもですね、この辺もね久しぶりにヤフオク出品中です。あとはでかいジャッカフォンの濃いタイプとか、まあ、他のカロニアナニウェラとかその辺も出してなかったですね。もう今ヤフオクで出しましたので、この多分ねブルーシートがバックのやつですね、はですね、プールから出したやつなんだなと思ってください。多分、商品の一番最後に、販売してる株の画像が載ってますので、あこの妊婦とかもね最近出してなかったですね。なので、見てって写真見てって、まあ、この妊婦とか、画像のやつを探して見てもらって、一番最後はこのブルーシートになっていれば、あプールで取り出したやつだなと思ってね、ぜひね落札してみてください。まあ、ヤフオク以外でも、スイレン農園の、ね、メールアドレスやツイッターのインスタの DM カードもですね、直接スイレン農園のスイレン購入できるようになってますので、詳しくは概要欄に貼ってありますスイレン農園の、ね、スイレン購入方法の動画からご確認ください。ご不明点等はお気軽にですね、DM で、ご連絡してください。まあ、スイレン農園のメールアドレスでもいいですし、ツイッターインスタの DM でもいいのでお気軽に、ね、お問い合わせください。店舗販売ではね、大阪にあります箱庭物語さんや、静岡県にありますね、赤玉ちゃんのお店で、自分のところね、ハススイレン水生植物、絶賛販売中です。ぜひねお近くの方は足を運んでみてください。こちらもですね概要欄に住所とねリンク貼ってますので、そちらからご確認ください。サブチャンネルの方ではね観葉植物チャンネルもやってます。観葉植物好きな方はね、ぜひねそちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最近ですね観葉植物以外にも自分の趣味の、ガサガサとか昆虫採集動画なんかもねアップしてますので、ぜひね生き物好きな方、観葉植物好きな方はねサブチャンネルの方のチャンネル登録の方もよろしくお願いします。まあこんな感じでねプールに1年スイレン沈めるとめちゃくちゃ立派な株とめちゃくちゃたくさんのを見てもらっても分かると思うんですけど、小株がね取れました。植え付けて、ね、1年半全く追肥しなくてもこんだけね伸びて、まあなんだたらい、まあたらいじゃないな、プランターですね、の外に飛び出ちゃうぐらいなんで、もっとね多分長い容器にね植え付けてちゃんと追肥すればね、もっとねスイレンでかくなりますし、むしろあのプールに直接土入れて、肥料をばらまいたり追肥したりしてやったらね、もっとね多分、でかくなりますね。ちょっとねプランターだと限界がありますねということがねまあ分かりましたね。ということでスイレン、めちゃくちゃ立派に育ちました。続きの動画もね、楽しみにしててください。ではまた。